今日はですね、絶対に、失敗しない、簡単カルボナーラを作ります。まず材料でございます。パスタはすでに出ております。私は、田舎者なのでアルデンテは、あまり好きじゃありません。結構、茹でたとろっとした感じは好きでございます。それにベーコン、マッシュルーム、そして皮付きのままのトマト、あと合わせる調味料は卵黄、生クリーム、チーズ、あとマヨネーズ、マヨネーズはキューピーさんで、オリーブオイル。では、参ります。まずフライパンに、分量のちょっと多めのオリーブオイルを入れていただいて、まず最初にベーコンを炒めます。中火で。ベーコンが、ざわざわっといってきましたら、マッシュルームを入れます。ベーコンに、お塩が結構、塩分が、含んでるので、塩コショウは、しないです。そして炒めてもらったら、トマト皮付きのまま炒めます。で、炒めてる間に、さっきのパスタをお湯で温めます。これは一度湯がいておりますので、すぐ戻ります。こちらに、まず分量のマヨネーズ。マヨネーズはキューピーさんですよ。よろしいですか。そこに、卵黄。そして生クリーム。そして粉チーズをたっぷり入れます。で、これをこういうふうによく混ぜましたら、そこにこの熱々の、これがポイントです。熱々の、炒めた材料を入れて、温めたパスタを入れ、これをよーく混ぜていただきます。パスタと炒めた野菜が熱々なので、ここで、黄身にも卵黄にも火が入ります。それでは盛り付けします。こうすると、カルボナーラで一番難しい、黄身がボソボソに絶対になりませんので、超おすすめでございます。では、試食したいと思います。あ、美味しそう。こうすると卵の黄身もとろりと、皮付きのプチトマト、ベーコンにマッシュルーム、
バッチリです。あの大人の方はこれに黒胡椒を添えると、すごく美味しいと思います。お子様にもこのままでもバッチリです。どうぞ作ってみてください。